仕事のミスをものすごく減らす方法。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は余市の日課蒸留所からお届けしています。仕事で失敗が続いて情けなくて落ち込み中です。仕事で何かミスをしたり失敗したりするって人がねすごく多いと思います。その場合それで落ち込んだり何か怒られて意気消沈したりするっていうことがね多いと思うんですけども、カバソワの今までのノウハウでお伝えするとフィードバックをするってことが重要なんですね。何かが成功してもそうなんだけど、物事がアウトプットした場合によって必ずフィードバックする。良かった点は何なのか、失敗した点は何なのか、うまくいかなかった点は何なのか、良い点と悪い点をそれぞれね3つぐらいずつ洗い出して、それからどういうところを改善していくかってことを明らかにしていくっていうこのフィードバックですね。この世の中に失敗なんてものはなくて、全て経験なんですよ。経験にするためにフィードバックが必要なんですね。なぜ失敗したのかっていう原因をきちんと突き止めないと同じミスを何回も繰り返します。だから失敗ばかりするっていう人はちゃんとフィードバックした方がいいと思いますね。私は同じ失敗を繰り返すってことはありえないので常に進化し続けてますね。次失敗したとしてももっと違ったレベルでの失敗になってくるので、どんどん蓄積していく、成長していく。成長がないっていう人はフィードバックしてないからです。なんでそんなことになったのかということをよく突き詰めるべきですね。あとそれでも失敗したりミスする人は基本的に疲れてます。フィードバックをしても同じようなミスをしてしまう人は疲れてます。睡眠不足で、運動不足であり、あと昼夜逆転、夜中までゲームしたりですね、テレビとかドラマとか見てんじゃねえのっていう話になってくるわけで、人間のパフォーマンスを 100% 出すためにはまず整えるってことが重要ですね。だから何度も言いますけど、睡眠や運動や朝散歩してきちんと整えておかないと、当たり前のミスしたり言われたことをやってなかったりってことが起こってくるんですね。それはあなたが整っていないせいです。なので何回も同じようなミスをされる方、同じような失敗をする方っていうのは、まずその部分をちゃんとやらないと、どんなビジネス書を読もうが、フィードバックをしようが、同じミスを何回も繰り返して怒られて落ち込んで、会社での評価も下がって、自己肯定感も下がって、何もいいことがないっていう形になってまいりますね。基本的に睡眠、運動、朝散歩っていうものをしっかりとしていただきたい。40代までの働き盛りのサラリーマンの 50% が睡眠6時間以下ですね。まあ、はっきり言って頭バカになってます。睡眠6時間以下が2週間続くと徹夜明けの状態です。ってことは世の中の働き盛りのサラリーマンの約半数は頭がバカな状態で仕事をしてるってことですね。なんで睡眠6時間以下っていうのはカバサワ的にはありえないですね。ありえない。徹夜で仕事してるのと同じなんですよ。今これ聞いてる人の約半分も多分睡眠6時間を切ってると思いますけども、睡眠が6時間以下っていう人はミス連発、失敗連発、人生棒に振る最悪コースを突き進んでいるというふうに言えるわけですね。それでもいいって言うならいいんだけども、大体ですね睡眠が足りてません。世の中のほとんどの人はそのせいでミスをしたり失敗してます。ということで、きちんとフィードバックをして原因を究明するということで、成長できる人は整っている人だと思いますね。整っていない人は同じミスを何度も繰り返します。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。